はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ゼルダの伝説スカイボードソード続きをやっていきたいと思います。封印されし者を封印して再び、何これ、なんかある、え、いけれない。封印されし者をちょっと再び封印して、なんか女神の剣を清めないかんって言われて、聖なる炎で、でその聖なる炎は3つあって、オルディンとラネールとフィローネ、でそのアリカについてスカイロフトの誰かが知っているみたいな、そういう感じでしたね。何もできなかった。髪がさ、なんていうんやろ、すごいよね、なんかソフトクリームみたいな、違うか、なんてすごい髪してますよね。俺に何ができるって言うんだ、ちょっとめんどくさいな、早くちょっと帰ろうや、ほっといていいかなこれ。ちょっと置き土産でもしていくか。じゃあこれこのまま空に帰ったら怒られるかな、あれこっちじゃなかったっけ。どっちだっけ。お、ゴロンついに発見したゴロよ。おあげは、うん、そんなに珍しいものではないけど、うん、音楽センスがない頃、なるほど、ちょっと待ってろ、おお、なんびっくりした、え、ああゴシップストーン、ぽいよよん、古文書にあった話す石像頃、間違いない頃、うお、なんかくれた、うん、話す、わしたちゴシップストーンがいる場所はひらひら蝶々が集まっているらしい、そこで美しい音色を響かせたらボヨヨンってしちゃうらしい、それだけか、なんかヒントとかはねくれてましたよね、ムジラの亀の時は、うん、女神の壁ごろね、うん、女神の壁、ちょっとメダル買ってみよう、どんな効果、ハートの上限が一つ増える、ん？ハートの器ってこと？あ、Thank you！ え？ハートの器ってこと？ポーチに入れとくんかな？ポーチに入れてる間だけライフが1個増えてますみたいな、そんな感じ？よくわからん。とりあえず基地学校に行こう。あ、キコア先輩。何もなし。校長。ゲポラ校長。ゲポラ校長。ホーネル先生。おるかな、ホーネル。おらんやろ、多分。あ、おった。よっ。よっ。ミーちゃんの世話をやり始めたのだが、これがなかなか可愛くてな、私も飼ってみたくなってきたな。平和だった。ゲポラ校長、ここかな、ちょっと校長先生、ちょっと聖なる炎、あ、なんかオープニングで言ってましたよね、確かね、オープニングじゃないな、あ、ほら、ほう、リンクがなんか着替えた時になんか言ってなかったっけ、最初の方、
そうか、ゼルダ、なんということだ。いや、お前にも大変な思いをさせたようだな。何？ゼルダが儀式の日に歌っていた歌の歌詞。いや、わしはあまり歌には自信がないからと。歌詞だけでいい。歌ってやけ。そうか、驚いた。歌詞だけなら知っておるぞ。確かこうであった。女神のしもべに導かれし和コード、空と大地を結び光をもたらす、リンクのことか。光の塔に導く、かの者の前に道は開け、歌の響きを聞く。広場にある塔のことなのだが、しかし大いなる羽と。二つの大いなる羽。塔って広場にあるって。スカイロフトのどこかにあると見ていいだろう。二つの羽だって。どういうことかな。ちょっと外に出ますか。だいたい光の塔ってどこだ。あの白いやつかな。あの白いやつかな。どれだっけ。あれじゃない、あれやろ。多分これだと思うんですけど、これやないかな。これじゃないか。でも羽がないな。これでしょ、これだ。歌を奏でん、さすれば勇者に光を示すだろう。ダメやね。なんか羽を見つけないかん。これもちょっと聞き込みかな。二つの羽、俺はそういうトンチみたいなの。あ、占い師にでも聞いたらどうだ。ああ、なるほど。はっ、占い師こんなところで役に立つとは。あいや。お宝というか。え？よろしく。進む道。はい、分かった。そんじゃ占うぞ。顔でかいな、この人。羽のついた建物が見える。何か風を起こして羽のある建物を回す。羽のある建物、羽のある建物とかあったっけ。多分魔法の壺かなんかでこの風車みたいなくるくるするんやろかな。そんなあった、あった、あった、あれか。え、これか。どうしよう、どうすればいい。なんかいる。あ、ちょっと全然届かない。え、どうすればいい、これ。
塔に向けてあそこに向ける。あーこれだ、絶対これだ、これだ、おら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 、これを塔に向ける。ああなるほどな。へえ、もう一箇所あるはず。どれだ、あ、あれかな。誰かいる。おう。おう。あれ。あれ。風車がない。え？あれ？ない。知らない。知らん。ああ、びっくりした。その風車に関心があるのか。そいつは風車自体を回転させて効率よく風を受けるようにできてたんだ。だけどすっげえ昔の話になるんだけどな、風車自体を回すために取り付けてあった小さいプロペラが外れてよ、雲の下に落っこっちゃう。なんですと。絶対見つからんや。ああお、そんな人前に出てきていいのか。下の大地より回収することを提案します。そりゃそうやけどさ。あ、見えてないのか。他の人には見えない。ファイバー、うん、どこにあるよこの広い空の下。おう、ドルコの先代の先代が空飛ぶロボットを使って雲の下からガラクタを引き上げてた。ああ、サルベージみたいな。え、じゃん、え？ジャンク屋。ジャンク、あの、古代のあの、古代人、あの人たちなんていう種族でしたっけ？あの、ラネールの。あれ持ってましたよね、ジャンク屋の人。ドルコっていうな名前。よいしょ。はドルコ、ドルコ。あ、なんだい、関係ないけど。ちょっと夜の寄宿舎で女性のすすり泣く声が聞こえる。ちょっとイベントは後で、サブイベントは後で。おい、えい、はい、はあ、はあ、じっちゃんが使ってたロボット。じっちゃん、兄ちゃんも大ボラ抜かすなって笑いに来たってわけか。違うって、そのロボで雲の下からあるものを引き上げたい。じゃあ兄ちゃん、俺のじっちゃんの話信じてくれるのか。ああほら、時空石があれば。あれはサルボといって見た目はしょぼいんだが、呼ばれりゃどこへでも駆けつけて何でも運んじまうという優れものロボだったらしい。うん、古代の花中、花のエキスを油として使わないといけないらしい。古代の花持ってるんじゃない、確か。おお、なんか持ってなかったっけ。うん、サルボが直せるぜ。サルボ、サルベージでサルボ直せるんかな。できた。本当？あ、生きてる。おお、
そのまんま。これ絶対あれ前のやつじゃないやろ。新品買ってきたやろ。ああ動き出した、喋った。現代に蘇った。あれ。ところでこの緑の人は誰？イエーイ。イエーイ。ふーん、この人がケロ。まあ感謝は一応しとくけどね。おお。でもこれがサルボが治ったからといって見つかると限らんよね。風車に使われていた素材から地上に落下したというプロペラをダウジングすることは可能です。うん、ダウジングはできる。ポーチに入れて空に持ち帰ることは不可能だと思う。え、なんで？なぜ？あ、君の名前はファイ。ファイ様っていうの、言うのケロか？何かを探してるケロか？あ、わかったケロ。うん。マスター、これでプロペラを地上からスカイロフトに持ち帰る手段が手に入りました。重いってことな。緑のマスター、オイラも手伝ってやるけどよ。ファイ様の電波は感じ取ったけど。うん。そう、どうやって見つけ出すんよ、ちょっと。占い師だより。また占い師。占い師、こんなストーリーに絡んでくるとは思わなかった。え？いや、いいや。何のために呼んだい？あ、ダウンジングか。占い。占い。おう。よ。ちょ、金がないっちゃんね。まあ、一応。進む道。あー、違う。もういいや。金がないのに。あ、そういう素材のことを教えてくれる？おい、おい、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。